ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ、スージーは一体どこへ行ったの？ねえクリス、ビオを長押しすると走れることは知ってる？今それをやってたの。知ってるよ。え、じゃあ知ってて走らなかった、走ってたじゃねえか。そうだね、いつまでこんな風にのんびり旅ができるかわからないしね。いいよ、自分のペースで進んでいこう。うるさいんだけど、どうすればいいの？こっち？南東の方向って言ったよね。何ある？クリス見て、僕が作った訓練用のマネキンがあるよ。ちょうど1回だから敵とのバトルに備えておかない？よかったら戦い方を教えてあげるよ。いやいいですけど、まあ教えて。うん、分かった。それじゃあ始めよ。そのハートはね、君の魂だよ。君という存在そのものと言ってもいい。中には君の意志と思いやりが詰まっている。それからこの世界の命運も。敵の攻撃がハートに当たると君も仲間も HP が減る。全員の HP がゼロになるとバトルに負けちゃうよ。あ、このハート一つで全員のハートが減るの？ハート HP が。だから敵の攻撃には当たらないように気をつけよう。それじゃあ準備はいい？攻撃を避けてみよう。ハート、うまいうまい、さすがだよ。敵の攻撃が終わると次は僕たちのターンだよ。まずは攻撃の仕方を説明するね。この世界では戦う必要なんてないんだけど、基本は一通り知っておいて損はないからね。それじゃあ早速戦ってみよう。すごいクリス上手だね。ひょっとして前にやったことある？それじゃあ次は防御をしてみよう。防御を選べば敵の攻撃に当たった時に受けるダメージが減る。それに防御をすると TP も溜まるんだ。左にあるオレンジ色のメーターを見てね。説明は後でするよ。防御、そうそう、うまくできたね。これで TP が溜まったから、その TP で僕の魔法を使ってみようか。魔法が使えるの？あ、そっか。一定以上のダメージを与えたから敵は今くたびれてるよ。今なら僕のスリープの呪文が効くはず。眠らせるの？敵を眠らせれば戦わなくてもバトルに勝てるんだ。魔法を使ってみよう。スリープ、マネキン、ラルセイはスリープを唱えた。よし、これでもう勝ったも同然だ。さあ、チュートリアルもあと少しで終わり。次は行動してみよう。道内に凶暴な敵とのバトルも。行動して優しさを示せば切り抜けられるからね。これはただのマネキンだけど、試しにハグしてみてくれるかな。行動してみよう。ハグ、ラルセイをハグ、ラルセイハグしてみようやね。ラルセイをハグした。え、ちょ、クリス、その僕をハグしても意味ないんじゃないかな。あーじゃあマネキンにハグを。マネキンをハグした。そう、それでいいんだ。どんな行動を取れば喜んでくれるかは敵によっていろいろだよ。満足してくれた敵は名前の字が黄色に変わるんだ。そうなったらすかさず逃がす。これでバトルは終了だよ。出会った敵を全員逃がしてあげれば一度も戦う必要はないってこと。私はそれでいくよ。逃がしてみよう。クリスはマネキンを逃がした。よくできました。実戦ならこれで終了だよ。君とチュートリアルができてよかった。イエイ。はあ、楽しかった。クリス、君はとっても優秀だね。もし後でおさらいしたくなったら。はい、これ。君とスージーのためにマニュアルを作ったんだ。バツを押して、バツ ?X か。押してメニューを開くとアイテムの中にあるよ。マニュアルを手に入れた。ただのマネキンだ。笑顔で作ったんやね。なんか扉。大扉が開いてる。そっか、ランサーさんがこっち側へ来られたのはそういうわけだったんだ。クリス、この扉を抜けたら僕たちの旅は本当に始まってしまう。予言に伝えられる勇者の旅がね。だけど僕は君が自分の意思で決めることもとても大事だと思うんだ。この世界には本当にいろんな人たちがいる。大切なのはその人たちとどう接するかだと思う。だからなるべく誰とも戦わなくて済むようにしよう。そうすればこの物語をハッピーエンドを迎えられると思うんだ。でもそうしなかった場合は君にとって残念な結末になってしまうかもしれない。あ、ごめん、ちょっと難しいお願いだったかな。大丈夫、任せて。やっぱり君は勇者だ。一目見た瞬間そう思ったよ。それじゃあ頑張ろうね。この扉ってさ、なんかアンダーテイルで一番最後戦ったところと似てない？アズゴアやっけ。閉めた。
セーブポイント。背後で閉まる大扉。ついに旅の幕開けだ。冒険の力が胸の奥で輝いた。平原大扉。スージーはこの先に行ったの？よくこんな不気味な場所であんなでかい扉に一人で入っていくね。ねえこれ、夢と希望の平原。この先で敵が待っている。よってお前たちは死ぬ。ランサー様より。ふっ。何それ。伝言が。何？そういう感じ敵。モンディがにじり寄ってきた。そんな感じで近寄ってくるのね。ね、行動。モンディ。分析、説教、説得、説得。あ、ラルセイの行動も。普通に。行動がないんや。ってことは、スリー使えなかったかな。防御しとこうか。モンディに戦うのをやめるよう伝えた。モンディはすっかり言いなりだ。早くね。確かにそれがいいかも。マジで？そんな速攻で。宝石の匂いがする。宝石の匂い。あ、もう逃がせるやん。はい。オッケー。クリスはモンディを逃がした。やったー。フィールド上に出てくるんやね、敵。これを読んでいるということは、さてはお前たち死んでるな、ランサー様より。読んでるということは生きてるでしょう。ランサーいいわ。怒ったランサーやん。うわ、この看板読んだらダメ。まだ作りかけだぞ、ランサー様より。書くな、それを。ほほほ、これはこれは僕様の大のお気に入りの二人。というのは嘘だ。お前たちはトップ5にも入っていない。ランサーさん、スージーはどこですか？この敵にもさん付けする。かわいい。それは紫の娘のことかな？ほほほ。バカめ、一足遅かったな。何をしたんですか？簡単なことだ。僕様はあの子にボコられた。だから逃げた。逆かよ。え、スージーは？そこに立ったままでいいんですか？右の方へ逃げていくのかなって思ったんですけど。なんでだ？そっちには紫娘がいるのに。あ、おるんや。じゃあこっちに行けばスージーと合流できるのね。お前たち、そっちへ行くと僕様の兵隊にボコられるぞ。それは脅しですか？僕様としてはご招待と言いたいところだ。行くわ。スージーがおるんやろ。じゃあ、ぶつかってくんなよ。2匹もおるし。モンディのネックレスに行く手を塞がれた。ネックレスに？どういうこと？どういうことですか？とりあえず、俺たらの一般人数どうした？片方。片方どうしたの？ちょっとよくわからないことを言ってるけど。モンディは地味にキラキラしている。地味に地味に。もう一人の方を説得しよう。これで片方を逃がせばいいってことやろ。オッケーオッケー。とりあえずモンディ相手には説得すればいいと。はい、逃がそう。オッケー。はい、オッケー。とりあえずラルセイやっけ。この子はなんか戦う。どうした？ケーキ何があったのあれ。まあ、マミーバ、私はトップシェフ。ケーキ焼いたらヘトヘトに疲れてしまったよ。トップシェフでしょ。だから昼寝したよ。だけど、まあ、マミーバ、恐ろしいものを手で目が覚めたよ。一匹でも女がテーブルに覆いかぶさって、獣のようにケーキむさぼってたよ。水を引っ掛けてやったら、気は向いて逃げてったよ。はあ、私の傑作ケーキが。クリス、きっとスージーだよ。こっちの道だったみたいだね。なぜ今の説明でスージーと思うの？化け物としか思わなかったけど。でもこれ以上みんなに迷惑かからないようにしないと。マメシバ、あなたたちあの桃の知り合い？もう来ないでください。マメシバ。こんなプスプスなります。ケーキの残骸からはまだ煙が立ち上っている。一切れ取る？取ろうじゃ。壊れたケーキが大事なものに加わった。壊れたケーキ？壊れたっていうの？敵がうろうろしてるよー。何？なんか違うのが現れた。ハーティー。とりあえず、ハーティー。分析、お世辞、お世辞。何これ？
ラルセイに敵全員にお世辞を言うよう指示した。あ、そういう感じ。へえ。この後お茶にするんですけど、ご一緒にどうですか。俺たちに給料くれる人万歳。一応なんかいい感じに話が進んでいるっぽい。パーティーにはささやかな秘密がある。何ささやかな秘密。あ、なんか知らんけど逃がせるやん、両方逃がそう。はい、オッケー。あ、なんか二人寄ったらあれやね、なんか木が可愛くなった木の枝に何かが二つぶら下がっている。一つ取る。え、取ろ取ろ。ダークキャンディーを手に入れた。え、こっちも取るや。イエーイ。手の届くたくさんにぶら下がっているものはない。何これ。あ、仕掛け。時計を調べよ。急げ。このパズルを解きたくば。急げ。あ、二人で踏む？あれ？え、なに？どうやればいいのこれ。え？ああ、なるほどね。あ、そういう感じか。待って、時間早くね。こうで、え、ちょっと待って。クリス忘れてないよね。 D を長押しすると走れるから。あ、走ってやるってこと。こう。やった、いける。そういう感じか。なんか宝箱ある、あっこに。覚悟しろピエロちゃんども。死の迷路で迷子になるがいい、ランサー様より。ちょっと嫌だな。ん、なんか最初の言葉がなかったよ。どういうこったい。お、こっちにも何ある。ペンキ。どうだ、そろそろ迷子か。こうも曲がりくねっていて新しい道がわかるまい。お前たちの方向感覚もこれで一貫のおしまいだ、ランサー様より。敵のようだ、ぐでんぐでんにされている。怖っ。それはスージーがってこと。あれあれれ、ここどこ。助けて、迷子になっちゃった、ランサー様より。迷子になんなよお前が。宝箱を開けた。ホワイトリボンが入っていた。ホワイトリボンが防具に加わった。そのリボンは防具だよ。防御力を上げるアイテムなんだ。そういうメニューを開いて早速装備してみようよ。きっとクリスに似合うと思うな。じゃあやっぱり女の子なんや、クリスは。どこ装備。あ、装備はこっちか。ホワイトリボン、これでいいの。可愛さがアップしたこれでよろしい。はい、そして、おー、なんか泣いてる。あー、待って、君たちは敵だけど、どうか僕の話を聞いて。紫に桃がうろついてるんだ。邪魔をすると片っ端からぐでんぐでんにされる。くすん、僕たち本当は戦いたくなんてないのに、王様の命令には逆らえないから。大変だ、早くスージーを止めなきゃ。かわいそうに。ぐでんぐでんの状況ってどういう状況だよ。あ、こら、読むな。この看板、プライベート用だぞ、ランサー様より。何？プライベート用看板って。あ、なんだ、こっちへすればいいのか、ランサー様より。親切、教えてくれてる、おった。ほほほ、どうやら迷路を切り抜けたようだな。だがそれはトランタヌキの馬鹿試合というもの。何言ってるのかわからねえ。トランタヌキの川残用ならわかるけど。さあ、僕様の最強チームが相手だ。おお。3体のハーティーに行く手を塞がれた。ハーティーのやり方はもう分かったよ。はい、敵全員にお世辞。あれ、なんか反応が違う。何あれ、どういう反応なんあれ。おい、お前たちなんでボコられていない。人数はこっちが上だぞ。ランサーさんのチームはサポート担当しかいないからですよ。弾幕パターンのバランスが悪いんです。晩ご飯のメニューが牛乳3杯みたいな感じかな。ちょっとよくわからない。それって普通じゃないの。普通じゃないよ。話の続きはバトルが終わってからにしませんか。ハーティはラブに溢れた呪文を囁いている。ラブに溢れた呪文。とりあえずなんか全員逃がされるっぽい。てか攻撃用の敵ではないのね、このモンスター。あ、攻撃してくるやないかハーティは愛らしい笑顔を浮かべた。ちょ、待って、とりあえず逃がそう。はい、オッケー。ほほほ、僕様は何をゲットした。え、
ナウンサーさんは負けたから何ももらえないですよ。あ、そう。じゃあお前たちのちょっとちょうだい。ダメです。ケチめ。さらばで廃止さんだもん。かわいいな、ランサー。おるんかい、そこに。チース。逃げたんじゃなかったんですか？逃げたぞ。でももう逃げ終わった。何それ。あ、またこのやつか。これで、はい。はい。何、どういう感じこれ。どこの罠がどうやったんやろ、よくわからん。がー、もうなんで開かねえんだよ。紫の化け物。ち、お前らかよ。スージー、よかった。すごく心配したんだよ。途中スパイクで通れないところがあったでしょ。どうやってここまで来たの？どうやってって普通に歩いて越えた。でもこのドアはクソだな。大丈夫だよ、スージー。一つ前の部屋にパズルを解いたら開くから。ねえ、じゃあ解けたら言ってくれ。スージーにも協力してもらわないといけないんだ。先へ進むには3人で力を合わせなきゃいけない時もあるんだよ。それに、闇の泉を封じることができるのはクリスだけだしね。だから僕たちと一緒に来ないと、お家に帰れないってこと。じゃあお前らに付き合うしかないってことか。そういうこと。なるほど、3人で踏むのね。とっとと終わらせようぜ。やった、お帰りなさい、スージー。ミュージックスタート。何、ミュージック。そういうのいらないよ。スージーが仲間に加わった。ミュージカル風？スージーはどう見ても、仲間には見えないぐらい、距離を取った。へえ、そこいらんやろ、別に。行こう。さあ、やるぞ。はい。はい。三人で同時に。扉が開いたような音がした。これでオッケーか。誰？クリス、そういえばスージーはチュートリアル受けてなかったね。次のバトルで行動の仕方を教えてあげよう。あんなとこに看板あった、さっき。スージーも楽しんでくれるんじゃないかな。楽しむかな。C ラウンドの激しい攻撃。ラルセはスージーにも行動させたいようだ。とりあえず、警告しよう。C ラウンドに警告した。スージーに気をつけて。しかし意味を理解できない。あ、おい待て。何時にアドバイスしてんだよ。それは間違って攻撃を当てないようんだよ。いやいや、攻撃を当てるのはバトルだろ。襲ってきたからぶっ殺す。当たり前だ。でもね、ひょっとしたら向こうは戦う気がないかもしれないよ。ああ、そういう場合は何て言ったかな。ほら。何？先制攻撃だ。やめろよ。もう逃げた。あー、くそ。てめえらのせい逃げられちまっただろ。ふぅ、危なかったね。やっぱりスージーには僕から説明した方が良そうだね。説明しても多分無理だと思う。うひひひ、こっそり来て看板渡ってやったぞ、ランサー様より。今の間に通ったってことか。誰あれ。ねえ、スージー。僕がさっき言ったことちょっと分かりにくかったかな。僕たち勇者には平和な未来を築く力がある。だから次からは戦うことは極力避けていこう。それが無理ならせめて手加減してあげるのはどうかな。君が敵を弱らせてくれたら僕のスリープの呪文は効くようになる。くたびれた相手を眠らせる効果があるんだ。はぁ、お前の話聞いたら早速眠くなってきたぜ。とにかくご検討をよろしくお願いします。クリス、僕たちが敵に警告した方がいいそうだね。うんうん。スミレ色の破壊者スージーが仲間になった。スミレの破壊者。バッドガールの力が胸の奥で輝いた。よろずやね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱりこう独特なキャラクターがいっぱいおって楽しいんやけど、仲間うちに凶暴な子がおるっていうのがね、ちょっと困るよね。平和に行きたいです。